おばさんもリーナも勝手に引っ越しちゃったの。ブラックワールド。私の名は鈴鹿。その日も暗い自室で男性アイドルグループの録画をテレビでじっと見つめていた。一人っ子だった私は幼い頃から両親に過保護に可愛がられて生きてきた。それが当たり前のことだと信じていたので、卒業後も就職しなかった。せいぜいコンビニでバイトしたくらいだ。友人に誘われて始めたが、やる気が起きず1ヶ月も経たずに辞めた。まあ共働きの両親が定年退職するまでまだ20年くらいあるし、あと20年はのんびりしてていいでしょう。しかし私を甘やかしてくれた両親は2人とも突然事故で他界してしまった。私が成人してわずか数年後のことだった。葬儀の後、私はこれまで住んでいた賃貸アパートを出ておばの家を頼ることにした。おばさんの家に一緒に住まわせてください。旦那さんが病気で亡くなった後、部屋が余ってるって言ってましたよね。いとこのレイナが難色を示してきた。あの、鈴鹿さんってもう成人してますよね。ご両親の遺産もありますし、一人暮らしをしながら働けばいいんじゃないですか。ひどい。私突然両親を亡くして一人で生きていくのが寂しくて、だから私は嘘泣きした。かわいそうな私を放っておくなんて薄情だよね。さすがにレイナもおばも慌てたようだ。私はダメ押しに声を張り上げた。それに亡くなった両親はもしもの時はおばさんの家を頼るようにって言ってて、それが遺言みたいなもので、大勢の親戚の注目が集まり、さすがにレイナもおばも居心地が悪そうだった。わかりました。亡くなられたお二人の意思なら従いましょう。やった、計画通り。おばの家に帰省すれば衣食住タダでしょ。これで両親の遺産は全部私のお小遣いよ。働かなくて済むわ。鈴鹿さん、せめて自分の洗濯や掃除くらいはして。レイナが一緒にやっといてよ。あなた介護施設で働いてるんでしょ。家事とか得意じゃん。レイナと私が揉めているとおばまで参戦してきた。居候の身でいくらなんでも身勝手すぎますよ。レイナもおばさんもひどいわ。私まだ両親を失った心の傷が癒えないのに。もう2ヶ月以上も前じゃない。たった2ヶ月で悲しみが癒えるわけないでしょ。あなたみたいな薄情な女なら別でしょうけど、普通はそんなにすぐ悲しみが癒えないの。わからないでしょうね、最愛の両親を失った悲しみなんか。亡くなった両親のことを盾に取るとレイナたちも避難しづらいようだ。悲しいなどと言ったが、実は全然悲しくなどない。むしろ自由に使えるお金が一気に増えてラッキーって感じ。うちは裕福ではなかったので、これほどまでにお金を使える経験は初めてだったのだ。だがこんないい状況は長続きしなかった。わずか3ヶ月で推しのアイドルのグッズやライブで両親の遺産を使い切ってしまったのだ。絶対返すから、お願い。就職活動でお金が必要なの。就職できたらこの家出ていくからさ。私はおばとレイナに頼み込んだ。二人が何を望んでいるか分かりきっていたので、金を借りる口実を作るのは簡単だった。無論就活など一切せず、すべて推しアイドルのグッズ購入に充てた。最初は仕方なく貸してくれていたものの、次第に二人とも金を貸してくれなくなった。ち、何なの。困ってるんだから貸してくれてもいいじゃない。薄情な親族ね、ほんと。でも働きたくないし。私はスマホで簡単に金を得る方法を検索した。なるほど、なりすましクレカ発行っていう手もあるのか。幼い頃から何度も遊びに来ているので、レイナの部屋の中は大体把握している。レイナのことだからこの辺に貴重品があるはず。あった、レイナの保険証とかいろいろ揃ってるわ。これでレイナ名義のクレジットカードを作れるはず。私はすぐさまクレジットカードを作りに行くことにした。いやー、思ったより楽勝だったわね。
これ1枚で50万円、2枚で100万円ね。取り立てられるのはレイナだし、思う存分使えるわね。ふふ、元はといえば金を貸さないレイナたちが悪いのよ。またいつも通りグッズ購入を再開した。100万円なんてあっという間になくなる。1ヶ月後。一体何なのこれは。ふふ、ついに引き落としに気づいたんだわ。レイナは不正利用を疑って調べてもらうことにしたようだ。無駄なことを。なんで？カードを1ヶ月ほど前に作ったって言われちゃったんだけど。ねえ鈴鹿さん、あなた1ヶ月ほど前からお金を貸してと言わなくなったわよね。ふん、全部あなたたちが悪いんじゃない。あなたたちが意地悪して私にお金を貸さないから、仕方なくクレジットカードを作ったのよ、レイナ名義でね。一体何を考えてるの？他人名義でクレカ作って。はいはい、すいません。これで満足？私はお金がないから返せないわよ。諦めなさい。その後2人は不正利用の保証を受けようとしたが無理だったらしい。クレジットカードは同居人が不正利用した場合は保証は受けられないの。なぜなら同居人と共謀している可能性を否定できないからね。下手すりゃ不正利用を画策したとして規約違反であんたの方が訴えられるかもね。プププ。これでこいつらは観念しておとなしく私に金を渡せばいいのよ。その日からレイナとおばが何やらこそこそとしだした。私はいつものように大音量にして推しのライブ映像に没頭していた。何なのよあいつら。ま、いいわ、追い出そうとしても無駄よ。私は絶対出ていかないから。するとある日。あー腹減った、今晩の飯何？肉の気分なんだけど。どの部屋も薄暗く家はもぬけの殻になっている。え、何？泥棒？慌てて家中を確認すると玄関に置き手紙を見つけた。ああ、おばさんもレイナも勝手に引っ越しちゃったの。さらに読み進めると衝撃の事実が書かれていた。え、この家2週間後には次の住人がやってくるの？そんな、じゃあ一体私はどこで暮らせばいいのよ。誰が世話してくれるのよ。私はレイナ名義のクレジットカードを握りしめ怒りに震えた。レイナ、あいつ。しばらくはレイナ名義のクレカを使わないつもりだったけど、こうなった以上仕方ないわ。ガンガンお金を使ってやる。苦しめばいいのよあんな薄情な奴ら。早速憂さ晴らしにいつものようにグッズを購入しようとしたがうまくいかない。あ、あれ、カード情報を入力するとカードが利用できないと表示されてしまうのだ。どうやら利用停止の手続きを取られたらしい。どうしよう、2枚とも使えないし。そうだ、私もクレカを作れば。しかしニートなので審査に通るわけもなく、だからって仕事を見つけるのも無理だし。そしてあっという間に2週間が経ってしまった。自分の引っ越し先も仕事も何も決まらないまま家を出ることになってしまった。追い出された私はニートからホームレスになってしまった。こんなことになるならレイナ名義のカードなんて作らなきゃよかった。初めて孤独を実感した。助けて、パパ、ママ、レイナ、おばさん。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。